ウォッチモジャジャパンへようこそ。今回はワンダビジョンのベストシーントップ10を紹介します。 Boys, handle the military. Mommy will be right back. So, Wanda killed me? Yes. But what is grief? If not love, persevering.ここで見ていくのはワンダビジョンの最もドラマティックでユーモラスで衝撃的なシーンたち。もちろん重要な展開やネタバレも含むから注意してくださいね。あなたの好きなシーンをコメントで教えてください。第10位、ディナー。 And the meaning of it is that this is the traditional Sokovian greeting of hospitality. 雰囲気やコメディがまるで本物の1950年代のシットコムのような第1話。Now what are we gonna eat? Dinner is served. 冗談めいた展開が続く中、不吉な予感も感じさせる。ワンダとビジョンがハート夫婦と食事をするとき、ドラマはアイラブルーシーからトワイライトゾーンのような雰囲気に。食事中、過去について尋ねられ黙り込む二人。答えを迫ったアーサーはその気まずい瞬間を埋めるかのように食べ物を喉に詰まらせる。 Damn it! Why did you...やめてと繰り返すハート夫人は徐々に夫と話していないことが分かってくる。 Stop it. Stop. ビジョンは彼を助けるけど、不穏な空気はコメディでさえ隠せなかった。 Look at the time. Yes. We better be going. 第9位、自由になるビジョン。 I will fix this, Agnes, I promise.違和感を募らせたビジョンは、シットコムの世界を現実から隔てていた壁をついに打ち破る。けれどアグネスの忠告通り、現実で死んでいるビジョンはヘックスの外で存在できず、瀕死の彼をビリーが察知。 Oh, your dad. My head. He's in trouble. ビジョンを救うためワンダはヘックスを拡大。その時ダーシーやソワード隊員数人も飲み込まれた。ヘイワードはかろうじて逃げたけど、誰がワンダを止められるのでしょうか。これまで並外れた功績を残してきた彼女だけど、自由に能力を発揮する姿は刺激的であり恐ろしくもある。純粋な能力について言えばコミック版のスカーレットウィッチに匹敵しそう。第8位、キャラクターの崩壊。 What did you say about Pietro?はじめの2つのエピソードはワンダが望む小さな世界の中で展開して、3話目の最後まで大きなイベントは起きない。 I had a brother. His name was Pietro. 双子のトミーとビリーの出産を手伝ったジェラルディンに兄のことを話すワンダ。彼女を現実に戻すチャンスと考えたジェラルディンは、ピエトロがウルトロンとの戦いで死んだことを思い出させる。He was killed by Ultron, wasn't he? 彼女が登場人物ではないことにワンダが気づき、この行動は裏目に。キャラクターが崩壊したため、ジェラルディンは物語の世界から追い出される。Right now you are trespassing here. And I want you to leave. 次のエピソードでジェラルディンはスワードのモニカであり、ワンダがショーを作っていることが判明する。It's all Wanda. 第7位、ウエストビューを作り変えるワンダ。 But what is grief? If not love, persevering. 最後から2番目のエピソードでは、ワンダのトラウマとウエストビューをシットコムの世界に変えた理由が明らかに。 MCU にお気楽なイメージがある人にとって、ワンダが引き裂かれ研究されるビジョンを見るシーンはショッキングでしょう。ビジョンを残しスワードを去るワンダ。これは前のエピソードでヘイワードがモニカに説明したことと矛盾してる。ビジョンと年を重ねることを望んだワンダはウエストビューへ赴き、悲しみの中、白黒の街や家、そしてビジョンを作り出す。この桁外れの行動でワンダはスカーレットウィッチの能力を最大限に発揮する新たな一歩を踏み出した。ワンダ、ウェルカムホーム。第6位、さようなら。 I read somewhere that it's bad luck to say goodbye in the dark. No, you didn't.
初めからワンダビジョンはハッピーエンドを迎えそうになかったけど、最後のエピソードはほろ苦い展開だった。戦いの後、家族に別れを告げる時間を与えられたワンダ。 You know, a family is forever. We could never truly leave each other even if we tried. 子供たちに別れを告げ、ワンダとビジョンも涙ぐましい別れを交わす。 You are my sadness and my hope.ヘックスが崩壊し、再びビジョンを見送るワンダ。今回は心の準備をした上でね。このドラマはいろんな可能性を秘めているので、 MCU がビジョンをまた復活させると考えられなくはない。 We have said goodbye before, so it stands to reason. We'll say hello again. これでビジョンの登場が本当に最後なら、インフィニティウォーからファンが望んでいた結末です。So long, darling. 第5位、モニカの復活。エンドゲームではデシメーションで消えた全宇宙の生命の半分が復活。 You took everything from me. I don't even know who you are. You will.スパイダーマン・ファーフロム・ホームでは、消滅した人々がどう復活したのか垣間見えた。 But then, 8 months ago, a band of brave heroes brought us back. They called it the blip. 目覚めたモニカの前に広がる光景はまるで悪夢。病院で母マリアの退院を待っていた彼女が復活すると、病院は混乱とパニックに陥っていた。モニカ？ But Dr. Harlan, thank God! I can't believe it!母を探すモニカはマリアが自分が消滅してから2年後に亡くなったことを知る。 I don't understand what's happening, but you need to listen to me. Maria died 3 years ago. モニカとワンダの悲しい共通点が見つかる瞬間は心が痛む。サノスにワンダはビジョンを、モニカはマリアとの最後の時間を奪われた。 How do I look? Fresh.第4位、すべてアガサの仕業。Wanda, Wanda. You didn't think you were the only magical girl in town, did you? キャスリン・ハーン演じるアグネスは最初からワンダの歪んだ世界で異質な存在だった。魔女のアガサかもしれないと思ったけど、驚きの正体がどう明かされるかは予想できなかった。The name's Agatha Harkness. Lovely to finally meet you, dear.ワンダを暗い地下室に誘い込んだアガサはミュージカルで正体を暴露。これまでの感傷を明らかにする彼女の歌は悪意たっぷりだけどキャッチーでもある。マスターズやアダムスファミリー同様、アガサも最後に一番不気味な言葉を取っておいた。スパーキーにしたことについてね。And I killed Sparky too. サノスは全宇宙の半分の生命を消滅させたけど、アガサは MCU に新たな悪の基準をもたらした。コスモは殺さないで。第3位、最後の戦い。 Boys, handle the military. Mommy will be right back.クライマックスの戦いでは主要なキャラクターほぼ全員の活躍が見れる。フロリッシュ。ビジョンとホワイトビジョンの戦いは論理的に解決。Neither is the true ship. Both are the true ship. ビリーとトミーは兵隊を倒し、モニカは開花した能力を披露。ダーシーがヘイワードを倒したのは嬉しい驚きでした。Have fun in prison! けれど真の見どころはワンダとアガサの対決。 Same story, different century. There will always be torches and pitchforks for ladies like us, Wanda. ビジョンと違い、ワンダは魔法だけでなく知恵を絞って戦いに勝利する。 Thanks for the lesson. But I don't need
need you to tell me who I am. かつてないほど力を発揮したワンダはスカーレットウィッチとして覚醒。あのアイコニックな衣装も身にまとう。一方アガサはアグネスとしてウェストビューの町に幽閉されることに。当分はね。オキドキアルチョーキ。第2位、予期せぬ訪問者。自然妊娠という意味で突然妊娠に気づいたワンダは全く新しいパターン。エピソードの一番おかしな部分はここではなく、視聴者を悩ませネットで検索させたシーンはこの後。 What is that? マンホールから出てきた養蜂家の背中にはおなじみのスワードのシンボルが。ロストの北極グマや黒煙とは違って、このシーンはすぐにドラマの代名詞となった。ドラマのシュールなトーンを詰め込んだような存在ね。謎も深まったけど、No. ワンダが巻き戻しボタンを押しても当然答えはわからない。二人の世界がカラーに変わるエンディングには感動かつゾッとする。1位の発表の前に触れておくべきシーンを紹介します。マジックショー、奥様は魔女風のコメディシーン。能力に目覚めるモニカ、キャプテンマーベル2への期待が高まっちゃう。 All you do is lie! アガサ VS 彼女の一族、ひねりを加えたセーラム魔女裁判。ワンダの子供時代のトラウマ、一番悲しい回想かも。1位の発表の前にチャンネルを登録して通知設定を忘れずに、最新の動画を見逃さないでください。不定期のビデオや全てのビデオについて通知を受けることもできます。第1位、ピエトロのキャスト変更。ワンダがスワードと対峙した時、2人を訪れた特別ゲストはなんとワンダの兄ピエトロ。アーロン・テイラー・ジョンソンではないけどね。 You didn't see that coming.ここでのピエトロは FOX の X-Men に登場するクイックシルバーにもっと近いかも。 Long lost bro, get to squeeze his stinking sister to death or what? ディズニーが FOX を買収して X-Men が MCU に入るのは知っていたけど、いくつかの疑問は残っていた。 X-Men 全員を一新するのか、クロスオーバーするのかとかね。 She recast Pietro? エヴァン・ピーターズが玄関に現れたことで様々な可能性が解き放たれた。実は彼は偽物でラルフ・ボーナーというウェストビューの住人だったけど、 MCU とマーベル・レガシーにとって画期的なシーンだった。ピエトロ、Who's a popsicle? いかがでしたか？ウォッチモジョジャパンの他の動画もぜひチェックしてください。チャンネル登録したら通知をオンにして最新動画のお知らせも受け取って。